これも、これで、まだあれ、録画し直したってこと。まあいいや、なんでもいいでしょう。どうも。というわけで、プレイステーション4で、生放送しながら、ちょっとね、久々にプレステ4のマイクラをね、音声悪いと思いますけどもね、やっていこうと思いますよ。というわけでね、こんな綺麗な、すごい広い、マスエフェクト、なんたらで、で、いい地形がね、見つけてね、いい地形見つかったんでね、ちょっと探索していこうと思いますよ。まあ、食料とかね、間に合うようになったんでね、また行ってみようと思います。ちなみに、この地形を見つけた本人であるシケモクは、迷って世界のどこかに自分の文明を築きに行っています。はい。まあ、ちょっと音声届く、どうせ音声そんなにどんな聞こえるか分かんないから、あんま適当に喋りながら、あんま気にせず行くか。すごいね。こういうのなんて言うんだっけ、こういう探索。なんかあるでしょ、マイクラの探索する動画。なんとか動画っていうのがあるんでしょう。それですかね。すげえな。思ったよりすごいですね。ちょっと奥の方から行ってみましょうか。船でも用意してきたかったな。護衛は、お、二人来てるね。ぬるぬる拍手。ぬるぬる、裸がぬるぬる。で、こちらのナイトが拍手。すごいね。ディディディランドみたいだね。そうね。こっち行き止まり？行き止まりだ。この壁の向こう掘ってみようか。すごい分かりにくいと思いますけど、多分このね、これがね、これがね、石なんですよ。砂に見、砂利に見えますけど。意外と深いかな。よし。そしてこっち。ああ、広い。すごい。ああ、すごい。影がすごい。思ったよりこの大渓谷すごいよ、シケモク、今はなき。木がある、あんなところに。どっか掘っていきたいんだが、やっぱプレステ4は規模が違うね。ずっとプレステ3でやってたからね。規模が違うね。シャベルで掘っていくか。あんまり離れるとね、拠点がやべえから。よいしょ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 。今生放送でスケキヨって人がくだらないダジャレを言って自演してますけど、あ、自演してなかった。自演じゃなかったですね。ただコメント見えないんでね、凡人は突っ込みません。マスエフェクト、曲が煽ってくるな。おお、花、すごい。あの花は、きっとドラクエで必ず取ってくることを命じられるだろうな。ちょっと怖いからやめとこう。おお、思ったよりなんか壮大な 世界でした。バランスがいいというか。どこ掘ろう。地下に掘っていくのもいいけど、でもあれ、あ、さすがに空洞はないだろうな。すげえ。どうしようかな。とりあえず、どこ掘っていこうか。根元を掘ってきますか。空洞がないとずっと掘り動画になっちゃうけどね。
あ、いや、あそこに何かあるな。地下が。あ、ありがとうございます、あかり。ちょっとサポーターの人たちにね、助けてもらいながら。おー、まさかの。すっげえ大自然感。大自然、あぶねえ。落ちたら死ぬぞ。気をつけろ。多分向こうがあの、あ、塔が建ててあるのがあの拠点なんで、ちょっともうちょっと探索してみるか。凡人が大自然と出会った。この音声が一体どこまで記録されるか分かりませんが、海どうなってんだ。さっき渡った海か。ここはつながってないんだね。この下はあの渓谷に。じゃああの渓谷からにしましょうか。曲が壮大。これか。いやー、ここはマイクラらしく掘って降りていくか。階段作ろう、ここに。これ下見ながら降りないと。危ない。気をつけないとな、死んじゃうからな。これ作ったけど、道は作るけど死んだら帰ってこれる気がしないね。これ多分ね、このね、変な模様ね、バグじゃない、多分石炭なんです。これの死は無駄にはしない。でここからちょっと進めていこうか。おまま、あ、ごめんごめん。帰り、あ、そうか、土で高さを埋めるか。掘ってったけどしょうがないね。そうね、階段にしとかないと帰れねえしな。うん、そうしよう。あ、これ通じてる橋だね。おー、ノーカットでお届けしますからね。なるべくあんまり掘りが時間がかかったらあれですけど。来たぞ。来たんじゃん。来た。降りてきましたよ。川が流れてる、源流ですね。ちょっと源流たどってみましょうか。すぐにもう、いや、あの行き止まりになるかな。あ、すぐ行き止まりだ。この水は外から流れてるのか。じゃあちょっと川の流れに沿って下に下ってみましょうか。動画は15分で勝手に切れるんでね、あの半端なところで切れるかもしれませんが、ご容赦を。おお、ここはもう、あ、いや、まだ一応谷の下か。
谷底のと思ったが、これでおしまいか。谷というか穴でしたね、ほとんどね。でもまあここを掘っていくかね、ちょっと地図で確認して、上戻って一回ちょっとどっち向きに掘っていくかを考えてみるか。どうすべ。よっこらしゃんと。あ、暗い、怖い。源流でしょ。でも源流の方が、よし、決めた。源流の方が上から水が流れてきてるんだから、このおそらく自然の水が掘り進めたであろうこの道を掘ってみようか。道沿いに掘ったらまだ海かな、その先は。鉄なんだろう、わかんない、まだ見たことがない。鉄のエフェクト、とりあえずちょっとここを大きく掘っていこうと思います。いいか、今積もりでいくか。土とあれが巡ってるな。これカットできないからね。お、真っ暗に。おお、ありがとうございます。白一色が鉄だそうです。これ今放送してるんでね、放送しながらなんでね、ちょっと助言をいただきながら。うん、でも直上げだとね、多分ねカットせずね、いく感じなんですよ。で多分コメントも映せないんでね、俺が急に変なことを言ってると思ったら、何か答えてると思ってください。おっと、鶴橋これ足りねえか。これか。おそらく今のが鉄じゃないですか。あ、これかな。これっぽいね、鉄。あ、すみません、横を掘ってもらって。違うか違うか。あ、なんか空間がある。鉄を掘ったら空間が。これか、了解だ。確かに砂に見える。おお、来たね。一方通行ですね。深いけど、これどっかで行き止まりになりそうだな。深いな、どうしよう。とりあえず下に降りずにこの道のり、なんかこんな道が続くの、ずっと。何これ、排水溝排水溝があるよ、この洞窟。これアトラクションだったかな、これ。あっ、何、え空間、もう壁かと思ったけど、どりゃ大空洞だ。マジか。あ、暗くて何にも見えない。どうする、降りるか。